神戸市消防音楽隊です。それでは司会を消防士長に交代します。お願いします。皆さんこんにちは。神戸市消防音楽隊です。神戸市消防音楽隊は1952年昭和27年11月に発足しました。消防の行事や神戸市が行うイベントなど、さまざまな機会に演奏を通じて防火防災を呼びかけています。また大規模災害発生時には特別消防隊としての任務を担っており、東日本大震災や熊本地震、今回の能登半島地震では私たちも緊急消防援助隊の一員として被災地で活動を行いました。本日は能登半島地震復興応援コンサートということで、少しでも私たちの演奏で被災地の力になればと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではまずはじめに指揮者を紹介いたします。指揮は神戸市消防音楽隊学長の奥野文明です。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは1曲目は神戸市消防行進曲ハローファイヤマンをお聴きいただきましょう。この曲は昭和45年に当時消防音楽隊の講師をされていた石田正勝さんに作曲いただいたもので、消防の行進曲らしく、サイレンや鐘を使って勇壮な消防活動の様子をイメージした曲です。今では全国各地の消防音楽隊でも盛んに演奏されています。それでは神戸市消防行進曲ハローファイヤマンです。どうぞ。ありがとうございました。
次は TikTok を中心に話題となった可愛くてごめんをお送りいたします。歌詞に合わせて投げキッスするダンス動画から人気に火がつき、国内外で大人気となりました。風が吹いていて今すごくお寒いと思いますので、ぜひ皆さんも投げキッスダンス一緒にやっていただきまして、温まっていただければなと思います。もしわからなければ前見ていただいたら、誰かしらやっておりますので、していただければありがたいです。それでは可愛くてごめん、お聞きください。投げキスダンスも手拍子も一緒にしていただいてありがとうございます。さて次は70年代から80年代を華やかに彩った懐かしの昭和アイドルのヒット曲をメドレーでお聴きいただきましょう。国生さゆりさんのバレンタインキッス、キャンディーズの年下の男の子、松本伊代さんのセンチメンタルジャーニー、山口百恵さんのプレイバックパート2、そして松田聖子さんの青い珊瑚礁です。心にキュンとくるような名曲たちをお楽しみください。
たくさん手拍子で参加していただきましてありがとうございました。さて、今年はオリンピックイヤー、フランス・パリを中心にパリ2024オリンピックが開催されます。パリでの開催は1924年以来100年ぶりとなるそうで、そんな記念すべきパリ2024オリンピックにちなんで、神戸市消防音楽隊の演奏、最後の曲はシャンソンメドレー、モンマルトルの小道をお届けいたします。シャンソンとはフランス語で歌謡曲を意味する言葉で、フランスの歌曲または流行歌のことを言います。本日はそんなシャンソンの名曲から、パリの空の下、ムーランルージュの歌、バラ色の人生、枯葉、セシボンの5曲をメドレーでお聴きください。それではどうぞ。Thank you.
神戸市消防音楽隊でお送りいたしました。本日は最後までお聴きいただきありがとうございました。この後も素敵な演奏が続きますので引き続きお楽しみください。それではまた皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。さようなら。神戸市消防隊の皆さん、神戸市消防、音楽隊の皆様でした。ありがとうございました。いやすごかったですね。もう皆さん知ってる王道の曲から最近の流行りの曲、そして盛り上がる曲もしっとりした曲もすべて織り交ぜていただきました。消防といえばうーという音、あの音をまさかこのガス音楽の中に入れるとは思っていなくて、あ、こんな機械で鳴るんだなとか初めての発見もたくさんありました。そして可愛くてごめんという最近流行りの曲ですね。 TikTok で流行った曲では、踊ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃって、指揮者の方が皆さんの方を指揮していたのも面白かったなと思いました。